皆さんこんにちは、バイスプレイヤーの沙織です。今回なんですけど、私のおすすめプロセカソウルプラス2門紹介でございます。スイさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、でも私この1連動のソウルプラス2連動のほなちゃんに発売時から取り憑かれておりましてもうずっとこれ使ってて、はい、やっと勝てる形に仕上がったんで、うん、でぜひ紹介したいなと思って今回、はい、まあ、レシピはもう見た通りなんですけど、まあ、綺麗よね惚れ惚れしちゃうわ。綺麗というのはどの辺がですかっていう話になってくるんだけど、まあ、なんだ、枚数のまとまりっていう意味で、そうそう、で、なんでこういう風にちょっとあんまピン済みないじゃん、ぶっちゃけ全体見てね、っていうと、ほなちゃんの性質上ストックに埋めるキャラって必要になってくるのよ、どうしても。キャンセルされたらストックに2枚ブーストしてって。そうね、そう、だからあんまりピントとかやりすぎちゃうと埋めたくないキャラで溢れちゃうのよ、はい、だからストックに埋める面も含めてこういう枚数になってますと。で、詳しくはゼロから紹介していきたいんだけど、まあシスカまみれだよね、バンバンバンみたいな感じなんだけど、なんでかっていうと、このほなちゃんの最大の弱点として山札が遅いのよね、はい、何も削れないのくせにダイレクト面をもらう。だからプラス2を入れても食らっちゃうっていうことが続いて負け続けたので、はい、もうひたすら山を16リフしながらほなちゃん打つみたいな構成にしてあります。なので集中 もうまさかの TD5 枚集中。あ、ただここ最初ここ4だったのよ、さすがにこれ入れてないのはなめてた確定、そう、確定でキャラ持ってくれるっていうのはなめてたんで、さすがに。で、これピンでこと足ります、意外と、はい、これは緑発生の意味も含めてももちゃんの TD の入れてるけどね、はい。で、まあ、注目作業なのここなんだけど、エナ1枚420円したエナねまあちょっと光ってるんでね、光ってる、そう、違うんだけど、うん、でこれが最初ははるかちゃんだったの、ゼロの2落下と中学生って呼ばれる、あ、まあ、そうそうそう、強い、強いでしょ、強いやつね。で、相性も良かったんだけど、はるかちゃんの何がダメかって、1レベルになったらダイレクト面もらい続けるのに、はるかちゃん使うとゼロからももらい続けなくちゃいけなかったのね。だからダメージがきつかったっていう部分がかなりある、はい、で、これの2落下でなんか集中ただみたいな効果がついてるから、当たればキャラ補充できるっていう意味でも、あと色発生の意味でもぴったりだったね、はい、素晴らしい。これもう見つけた瞬間感動した、ずっと使いたかったこれ。で、これこれ2です、色違いです、これも入れ替えてたんだ。あー、はいはい。で、1レベルはもうほなちゃんと、ほなみの説明が入ってないやん。上の効果はダメージがキャンセルされた時に手札に戻る効果、下の効果はクライマックスコンボでダメージがキャンセルされた場合に控え室からにブーストする効果と控え室のキャラを回収する効果です。ダメージが入ってもよし、キャンセルされてもよしの素晴らしい効果。いわゆる収録中のミク、はい、最初入ってなかったんだけど、さすがに門入れてるくせに入れないは嘘だったので入れましたと。で、2レベルになったら何するんだって言われたら、もうひたすらフェアリーランタンしますこれ強い、好きな、だからこのほなちゃんで溜まったコストを手札にうまいこと変換してエナを集めていくっていうゲームだね、ゲーム展開的に。なるほど。で、どうしてもエナでとどめを差し切りにいけるのって2-6ぐらいなの、印象的に。そこまで届いていない時用のためとして、さきちゃんの早出し、はい、あんまり出したくないです、ぶっちゃけ。まあちょっと手札使いますからね。そう、それ手札使うからぶっちゃけ出したくないけど、一応3枠はこれ大事、届かないから2-6ぐらいじゃないとエナ無理です、3年は、はい。で、最終的に、まあ、並べるカードこれなんけど、これね、しずくさん、これいわゆる、あー、光ってますね、これね、魔石とか言われたりしますけど、はい、もうこれエナ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 の効果でしずくさんで、まあ、相手の山ぐちゃぐちゃにして勝ちです。これマストです。なんでこの辺は気使って拾ってください。エナの説明が入ってないやん。登場時にキャラを踏み倒せる効果があるぞい。エナエナエナ真冬もしくはエナエナエナ雫の動きが理想。クライマックスコンボはバーンと逆圧縮。
だんだん打点が通りやすくなっていくぞい。なるほど、分かった、大体、まあ、大体あの、うん、ただこれ移動条件ないやつが1の、はい、収録中と、はい、あと3の先が、先、ね、まあ、色条件関係ないので、うん、まあ、きつそうかって言われると、まあ、色はそんなにきつくない。赤発生がね、意外とこのほなちゃん落ちてないと結構最悪これで発生させるときもある。あ、そっか、赤がそこしかない。ただもうねねちゃんバンバン使って気合で色発生させましょう。あ、まあ、そこで操作できますからね。そうそうそう、そこでそのためのねねちゃん黄色邪魔なんだけど4だね。はいはいはい、なるほどね、うん、いやね、これ今言った通り、あの殴ってほなちゃんを打ってエナで締めれば26から勝てるデッキなので、ぜひあのこういう尖ったデッキが好きな、もうね、ほんと苦労した。もう左側くんと私とあと杉さんとね、まあ、風くんと、ね、風くんとかっちゃんにもバッてアドバイスもらって、もう非常に苦労したデッキなので、ぜひ遊んでなんかショップ大会優勝して写真載せてください、待ってますあとこのクラマ値段下がるの待ってます、1枚2000円します。トリプルレアが1枚2000円するんで、あの、じゃあボこれということで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。